ど、来ない。お父さん呼んでくれと来てないんだ。お父さん何やってんの。知らん知らん。お父さんは迷子だからいないの。お父さんが迷子になり子供から呼び出されるという初めてのケース。本当はね、迷子の子供たちを助けようっていう話だったんだけど、君たちみたいな新世代が出てきたの。こちらが40歳で迷子になった父博文さん。お父さんが迷子になったでしょ。やばい、うっさうっさ。迷子になりそうなの。再会を果たした家族と入れ替わりで